僕は引きこもりのペシミストだ。母を失い、右手の自由を失い、父に見放され、味方になってくれる友達もいない。ずっと死んだように生きてきた。でも変わらなくては。君は？はじめまして、珠彦様。私、ナオウ・ユズキと申します。珠彦様のお嫁さんになるために分かりこしました。ずっとだ。はい、ずっとおそばに。